はい、どうも、ケニーです。よろしくお願いします。ということで、今回もパンティラショーやっていきましょう。ということで、はい、今回なんですけども、来週にいよいよ迫ってきたね。そう、フィルムレッドの DVD、そしてブルーレイの発売になってくれ。まあ、この時にもう間違いなくね、聞かれることをですね、もう先にお話ししていこうかな、というふうに思いまして、まあ、今回動画作っております。まあ、それが何なのかっていう話なんですけども、フィルムレッドのシャンクス引いた方がいいですか、否かになってきますね。はい、まあ、これ皆さん的にはね、まあ、いろいろあると思うんですよ。なんだけども、まあ、個人的に最初に結論言っちゃうと、引かない方がいい。はい、それがなんでかっていう話なんですけども、はい、4.5 周年が迫ってるからですね。もうこれが一番の理由になってきます。4.5 周年って過去の例から見ても、かなりの協調フェスが出てくるんですね。そう、環境を支配するキャラクターたちってことです。はい、もうそのキャラクターでマジでごった返す、世界になってくるわけなんですよね。はい、まず例を挙げていくと、まあ、一番最初に来た 1.5 周年、はい、それがですねビッグマムになってきますね。はい、そして 2.5 周年、これが赤犬になってきます。そして、3.5 周年、これがですね、はい、レッドシャンクス、はい、って言った風にマジで環境を支配したのがこの3キャラクターになってくるんですよね。まあ、それが8月末、これが 4.5 周年になってくるんですけども、それがもう迫っているからですね。なので個人的にはですね、ダイヤを温存してためにかかっていった方が圧倒的にいいかなと思っております。まあ、もしかしたらね、今ヤマトが中途半端な5月に出てきたことによって環境を支配するようなことがあるのか、ちょっとまあにわかに信じがたいところでもあると思うんですけども、一応3年間やっぱり環境を支配したキャラクターたちが出てきたっていうのが一番のね、まあ、根拠になってくるかな。まあ、ただ今回 4.5 周年、じゃあどういった属性とどういったスタイルで出てくるのかなってやっぱり考えた時に、青なんじゃないかなと、まあ、個人的には思っております。で、青が、まあ、今明らかに不遇すぎるんだよね。まあ、青がまあ呼吸をしてないって言ったらね、まあ、呼吸をしてないと思うんですけども、まあ、ヤマトがね、まあ、唯一出てきて、まあ、ちょっと青に、ね、光が見え出したんだけども、やっぱりそれでもちょっと物足りない。それが何なのかっていうと、そう、青のゲッターですね。はい、これがね一番の問題かなと。いくらアタッカーがね、まあ、ヤマトめちゃめちゃ強いっていう感じになったとしても、やはり裏に添えていくゲッターがまだまだフェス源が物足りなさすぎる、っていうところもあって、 4.5 周年はですね、青のゲッター、まあ、出てくるんではないかなっていうよりかは、これは願望に近いです。出てきてほしいっていうのが一番の理由です。皆さん的には 4.5 周年何色の属性でスタイルは何だと思いますかと、いうことで、まあ、どっちにしろね、俺は本当に 4.5 周年8月末まで待っていった方がいいと思います。そしてもう一つの理由がこちらになってきます。そうです、確定のダイヤの天井になってきますね。これが 1.5 周年、 2.5 周年、 3.5 周年、1年経つにつれてなんとですね、750個ずつ膨れ上がってるんだよね。まあ、初年度で言えば、そう、1500個でですね天井に行けたのが、翌年にはですね2250個、そして 3.5 周年のシャンクスにはなんと3000個という、天井になっております。まあ、こういった風に考えると4周年3750個なんかっていう話なんですけど、いや、さすがにそこまで膨れ上がらないとは思ってるので、3500、来週は3000っていうか、3000個はね最低でも持っておきたいよね。まあ、これがなんでなのかっていう話なんですけども、まあ去年が3000個だから、あとはですね3500個とかもし行くようなことがあれば、そのねしっかりと超フェス期間の間に、500個っていうのはね、もう絶対具体的に溜まるんですよ。その1ヶ月の間でね。なんで最低でも3000個は目指して、8月末まで、貯めていけたらいいかなと、まあ、個人的には思っております。まあ、これがですね今ね、レッドシャンクスがもし復刻した際に引いてしまうとですね、その確定数を貯めれないっていう状況になってしまうので、ぜひとも皆さん気をつけてください。これは今年どうなるかわからないんですけども、もう一つの理由としては、7月22日、こちらワンピースデーになってくるんですけども、こちらにワン
ちゃん超フェスがまた絡んでくるのかなと、はい、いうふうにも一応考えております。まあなので、まあ来るかもなっていうことは頭に入れておいた方のがいいかなと、まあ個人的には思っております。うん、まあね、来ないっていうふうに、まあ高をくぐってね、まあ来てしまった時のね絶望感と、まあ来るって考えて来なかった時に、ね、あ、まあダイヤ余ったからラッキーって考える、差になってくるだけだとは思うんですけども、うん、一応去年はですね7月末、ワンピースデーの後にですね、ゼファーが出てきてるんですよね。まあこれはフィルムレッドの関連で、まあ、あのサービスで出てきた可能性もあるんですが、まあ一応ね例年として、まあ、去年そういうことが起こってしまったので、はい、今年も一応警戒はしておいた方がいいかなと、まあ個人的には思っております。なのでですね、まあ今から溜め始めていけばね、うん、8月末、うん、にはですねそれなりにダイヤも溜まっていくと思うので、また後日、ダイヤが溜まる状況、そして星4のクリスタルの溜まる状況などをね、解説した動画、近日中に上げたいと思いますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録高評価して待っててください。はい、ってな感じでですね、まあ一応今回はですねこういった、ものがあるので、フィルムレッドのシャンクスが来た瞬間はですね、待っていくのも俺は手かなというふうに思っております。うん、まあそこはですね皆さんの推しキャラだったりね、そういったものもあると思うので、しっかりと考えて、ガチャはね、やってみてください。はい、それではですねやっていきたいと思います。よろしくお願いしますということです。さあ、まあ久々のカイドウ登場なんで、はい、ゴリゴリ攻めていきたいと思います。さあ、まずは、まあ、とりあえず C はドンキ来られたらちょっとめんどくさいんで、さあこの、あー、クラッカーそっち行った、オッケーオッケー、マムタイマンね、はい、オッケー、ワン、はい、オッケー、ナイス、ワン、ツー、はい、からのフットウェイ、オッケーオッケーオッケー、はいはい、もう瀕死。さあ横取り、うーん、いやめちゃめちゃいいね、いい展開すぎる、オッケー。さああ、カバー来てくれたね。さあ、まあ、とりあえずしばけるんだったらヘブンリー、ヘブンリー、オッケーオッケーオッケー、出た、オッケー。さあこれでやれる、オッケーオッケーオッケー、ナイス。さあ、もう一体ワンツー、はい、オッケー。さあちょっと待って、あるんかなフルゴラ、ちょっと待って、わからんな、うん、なさそう、なさそう、いけからの無敵強えな、やっぱりカイドウ。さあ、まあ、とりあえずゾロはさすがに無理、はやはやはや、ラスト、今これ回避、あ、え、使ってたと思ったのにダウンしたる、ダウンしたら、オッケー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 。さあ、まあここを取れる、んーで、まあチョッパンとか多分守りきれんと思うんで、まあちょっと、あ、逆に取りに帰ろうか。あー、ゾロいるゾロいるな。さあ、危ねえ危ねえ危ねえ、さあちょっと待って、それをまとめて、よいしょ、オッケーオッケーオッケー、ナイス。さあ交差戦、うん、オッケー、さあナイスナイス。さあで、ここは取れた、ちょっと待って、まあ、あと守りキラー勝てるんじゃない、いける、オーケーオーケーオーケー、ナイス。あと7秒、あと7秒、頑張れ頑張れ頑張れ、そっち、いやー、いや、ここ大丈夫だけど、うわ、取られるかー、いや、終わりたかったな、小鳥、ちょっと待って、もうあれはシールドなくなるまで、さあさあ握るんだったら詰める、はい、オーケーオーケーオーケー、よしよし、うわー、壁パラ壁パラ壁パラよ、はやはや、たまんの早いな。よしよしよし。あそこ、うわー、ちょっと待って。なんか、邪魔したい。よいしょ。相変わらずの無敵？おー、大丈夫。いける？オーケー。